はい、皆さんどうもこんにちは、コムバスホカルでございます。ということで今回はこちらカルマくん使ってやっていきましょう。まあ何回か使っているわけなんですけどね、サブマシンガンの中で僕、まあ、初期のイーラットの次に好きかなって感じの武器なんですけど、こちらのカルマくん早速やっていきましょう。でもってなんか色鮮やかだね今回ね、すごいこの人カラフルだしね。ということでやっていきましょうカルマくん。前はねリフレックスサイト、つけてたんですけど、お楽しかったです、どうもありがとうございます。ちなみにこの人ねさっき VC で会ったんですけど一緒にねおしゃべりしてくれたのどうもありがとうございます。まあそのね動画一応録画を、してたんですけど、その動画もねちょっと今後上げていけたらなと思っております。かませない、はい、ということでやっていきましょう。今回カルマくん、持ってきたわけなんですけど、いますか？なんか突っ込んできますね。一匹味方突っ込ませといて、そしてからの岡原、おー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 、いいねいいね、岡原サポートできず、そしてからの敵がこっちから来るんじゃないかと思うんですけど、ここでやっと1キルしていく。すかさず1キルかまして、さあリローディング挟んで、敵は後ろからいるんかな。お、チャンネル登録しておきます、マジでありがとう。さあかましていく、いいねいいね、マジかマジか、チャンネル登録してもらえちゃったよ、わおいいですね、ありがとうございますマキさん。いやー、そのマキさんっていう人はですね、勝手に自己紹介じゃなくて勝手に紹介していいか分かんないんですけど、ラブライバーさんでございました。ラブライブ好きでございましてね、ちょっと唐突に、まあ動画見てもらえば分かるんですけど、唐突にラブライブの話出したんですよね。そこでね、まさかのお互いライバーということで、ね、いや話がもうすごくあってね、めちゃくちゃ楽しかったんですよその試合でもね、マキさんが、なんかの事情があると思うんですけど、突然ね、ちょっと VC 使えなくなっちゃったのかわかんないですけどね、喋らなくなっちゃいまして、いや、ちょっと悲しかったんですけどね。いや、非常に COD でね、まさか、まあ、ラブライバーさんにたくさんいると思うんですけど、COD でまさかこうやってね、ライバーさんに会って盛り上がれるなんて思わなかったんですごくね、嬉しかったんですよね。はい。で今回、カルマくん使ってくるのになんでラブライバーに会った話をしとるって。まずいな、今回ちょっと。超やばいよ、これ。ハマス、OK。ゼッフ長って感じ。一個、チーカーグレネードを投げるけど、どこにいたん？横にもいたんね。やばいですね。ちなみに今の成績ドーンって感じ。7の8、ちょっと、まずい、お前体力多いって。そういう体力多い、やばいって。やばいやつ。いかんって。ね、ダメだよ。そして、イコライザー溜まったな。どうしよう、使っていこうか。おっと。イコライザー溜まってからのこっちにとつって、どうしよっかな。味方と一緒に、バルチャー出てる味方と一緒にこっちとっていこうか。いるかなと思うんですけどね。逆だな、逆脇だな、これ。イコライザーまだまだある。大丈夫。いける。私ならいける。オッケー。そしてカナの後ろ来そうですけど。めっちゃいる。ちょ、待って。UAV オンラインさせて。まずいって、これ。ちょっと一旦味方と合流。いた？今。ちょっと待てよ。これ強いから。これ。カルマ使うって言いながらこれ使うから今回。さあいるよ。しかもサプレッサー付きか。強いな。おっと、なんか撃ってきてる。やばい。危ない。ドローンパッケージまで行く。そして、かまして、バルチャーを展開させて、大事に行こう、ここ。違うよ。わーお、いけ、バルチャー。いけ、行った？え、バルチャー行った今。行ってないよね。お、行ったよ、よしよし、オッケー、バルザーキルしたね。オッケー。まあ、少子かぐれねえ、どう投げる。そして、敵班がいる。敵のなんかドローンパッケージ出てるね。そして敵、こっからひょっこりと、敵が来るんじゃないでしょうか。お前、バルチャー取りやがったな、お前。25ポイントしか入らんやんけ、お前。125ポイントが貴重なね。そして、こっちに、曲がっていくといるんですよね。バルチャー、行け。頑張れ、バルチャー。頑張れ、バルチャー。オッケー、いいね。そして、からの、こっから顔を出していけろーとーペロータシュー。そしてからの、こっちに敵がいる。1、2枚。そこのカード待っている。味方とつるけど、とつっていく。そして敵がいるけど、ちょっと待ちな。やばい。あかんやつ。体力が低いよ、今回。ちょっと今体力低い状態ですからね。まずいですね。さあ、中央の建物内、敵さん鍵持っている感じなんですけど、敵さんちょっと後ろ取りたいな。やっと実況らしくなってきましたな。よし、オッケー、いいね。そしてなんか撃っていってるんですけど、リローディング挟んで、うわー、やらかし魔人や、これ。やらかし魔人ね、やってまったな。さあ、敵さんそこにいるけど、ちょっと、シーカーグレネード1個焚いといて、味方が3人そこ固まってる。ちょっと裏取りを警戒しつつ、岡原とつっていくけど、大抵こういうとこでやられていく。そして裏取りのカバーができていないんですよ、いつも。しかし今回していくけど、なんでそこにいるの今。なるほど。
LMG 持ってはそこにいましたね。んでもってあと6点あと5点っていうところで岡原がかましていくこの高速エイム、うん、ちょっとねボケーとしてたね今ね。カウそしてからのこっちにいるやつをかましていく。さああと2点飛んでいっても追いつき追いつきエイム追いつきエイムっていうかエイムしっかり合わせていきますぜ。さあかましたい。おおナイス、いいね、よいしょい。ってことで今回100対91なかなかのいい試合だった。そして岡原無駄にジャンピングしてイコライザーを打っている。下打ちじゃありません。ってことで今回成績性能ドンっていう感じで20キル13です。キルのが 1.54 のアシスト4っていうことで、途中ねなんだっけな7キル8ですってちょっと今回やばくねっていう企画とし企画立てたのはいいんだけど企画っていうかね、まあ、立てたのはいいんだけどやばくねっていう感じだったんですけど、まあよかったよかったチーム勝ってまあ一応1位になったってことで、はい、ということですね。今回は、カルマくん使って遊んでまいりました。あっちのカルマくんですね、拡張マガジンかなんか、なんだろうな、なんかつけると、マガジンが1本ね、追加されて、装填数50発っていうことですごいね、長期戦が、できるんですよね。非常に、使いやすくて、まあ、ちょっと距離離れると、狙うのが厳しいところあるかもしれないんですけど、なかなかあの近距離中距離は輝く武器じゃないかなということで一つおすすめさせていただきます。ということで今回こんな感じで終わっていきたいと思います。ご視聴そで、どうもありがとうございました。以上、返したおかうつまたね、バイバイ。ショットガン使いかわかんねえけど、そしてカラーのこっちにもいるやつをかましていきたい。よし、オッケー、ゲームはやっ、ふぅっ、ビオツみんなどこなんですか。おっぱい出たおっぱいさん会社決めましたよ。おっぱいイレイサーイレイサー、えい、よし、もうワンカット、オッケー、おっしゃ、テイテイテイ、おいいねいいねいいね、よっしゃよっしゃよっしゃ、ってことでこれどうなるんだろうな。ここのマップのエルストライクちょっと地味にいるよ。さあエルストライク、おっ、嘘いるんですよね、ここに。さあかましていく、おっと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 、近づくもんじゃない、あれは。まずい、火災です。よっしゃー、いけ、イエーイ、やった、馬で5キルぐらいした。あ、心が潤う。大丈夫です。